ございます。それでは囲み取材を始めます。まずは不正に関する質問をお受けいたします。はい、歯の基金と、福祉基金とかありますか、それとどう住み分けるのかということを早急に検討して、もうこの答えが出ればすぐにでも、基金を立ち上げたいと思ってます。子どもの貧困の問題については社会全体でね、支えるべきだと思いますし、行政の谷間で見えないところもあるので、直接子どもたちにその家庭に、支援が届くような、そういう基金にしたいと思っています。大阪府で設置されることの意義っていうのはどういうところですか。これ区域全体にそういう貧困家庭の皆さんに、行き届く、支援にしたいということです。はい、ございませんでしょうか。政務に移ります。政務に関する質問をお受けいたします。昨日ですね、立憲民主党を立ち上げるということを江野さんが記者会見で、おっしゃられたんですけど、受け止めの、いやもう受け止めというか、だから民進党はそういう政党だったということです。もう考え方の違う人たちが選挙互助会として、寄せ集め、寄り集まってただけ、だから立憲民主党の人たちも今度、もうだから社民党か社民党共産党と一緒になったらいいんじゃないですか。ほとんど考え方変わらない。でも自分たちの影響力を残したいということで枝野さんが政党を立ち上げられたということです。だからその程度ですよね、感想。これから違う人たちが今回これをきっかけにバラバラになって、考えたら同じ人たちで一緒になったという受け止めでもあるだから民進党の中のもう、憲法は絶対に、一言一句女子も含めて変えるべきではないという人たちの集まりだと思っています。これはほぼやっぱり共産党と同じように、日米同盟についてもいかがなもんかと思われている方々の集まりだと思っています。民主党の辻元さんが、その立憲民主党への参加を表明されて、でなおかつ大阪から立候補しようとしていた民進党の人たちも、すぐに連れて行きたいというお考えも示しています。それについてはどうでしょうか。もうなんとかわらをもつかむ気持ちなんだろうなと思ってます。辻元さんはもうはっきりと、そもそも元社民党ですから、元社民党で、それからもう立憲民主党というのは第二社民党というか、そういうことなんじゃないかなと思います。その第二社民党と、支持をし代表しておられる立憲民主党が、今後どういうふうになるのか。それは日本の中で、多数ではないけども、そういう思いの人たちがの受け皿にはなるんでしょう。僕とは全く考え方が、相入れない、政党ですけど、やはり日本の中でもそういう思いを持たれている方は、これはやっぱりいらっしゃるわけでね。だから共産党、社民党の、と同じだけども、自分たちは自分たちの、
より集まるところが欲しいということだと思います。大阪の選挙区 の民進党の人たちも立憲民主党に参加するという一部の人たちが参加するということなんですけど、それについてどうですか。まあ、大阪の人たちはね、もうとにかく自民党であれ、民進党であれ、ね、共産党であれ、これはもう自分たちの身分にもうしがみついてるという人たちですから、これははっきりしてますから、大阪の場合はもう選挙になればね、自共民で組んでるわけです、だから自民党と組んでる、まあ、その人たち、もう辻元さんなんていうのはダブル選挙の時も自民党の人たちと一緒にね、もう兄弟のようだって言って、やってるわけで、もうそこにね、信念だとか何にもないですよ。要は国会議員の身分を守りたい、僕はそれだけだと思う。そういう人たちには、ね、まあ、そういう、こう、なんとかそういう人たちのね、こう、その保身にね、やっぱりメスを入れて、やっぱり税金を取り返したいですよね、うん。まあ、だから今回のことで一番よく分かったのは、まあ、議員と言われる人たちの、まあ、7割ぐらいはね、本当にそのバッジをつけるところがゴールで、その後はもう野となれ山となれの感じかなと思いますね。今回の選挙はある程度その政策ごとにグループが分かれることになったということで、まあ、有権者にとっては少し分かりやすい選挙になったというような認識でしょうか。うん、これは、今の自公の政権、うん、これはちょっと、傲慢で、怠慢もある、緩んでるところがある、いう、そういう勢力と、それからもう、まさに、日米同盟は見直して、もう憲法があるから、日本はこれまで一切、戦争に巻き込まれなかったという、そういうお花畑思想の、まあ、皆さん、それと、我々、要は変えるべきところはしっかりと議論して、そして各種さまざまなそういう一部の、団体勢力、こういうものにしがこういう人たちのしがらみなく一般の普通の人たちの立場になって税金の使い方を考えようとしている、これは維新の会、これは実行してますから大阪では、だから小池さんたちは今度はこれを東京でもやる、これから、そういう、まあ、仲間として一緒にやっていこうというそういうグループとに分かれると思いますね。はい、ありがとうございます。小池さんとですね、この間の記者会見で、バイトインタビューを検討しているので、実際にやられる予定ってまだ決まって、今、事務方で協議をしているところです。まあ、政策的には、小池さん、希望の皆さん方、とほぼ一致しているわけですから、一緒に政策は訴える。ただ政党として一緒になったわけではないんで、選挙は切磋琢磨すると、だから同じようなしがらみのない政治、既得権益打破、そういうことを訴える中でね、実践してきてる我々が、これからそれをやろうという、まあ、期待の希望か、これを選んでもらいたいと思うんですね。大阪ではとりわけ立憲民主が複数戦ってきそうなんですけれども、うん、大阪では3局の構造になった場合に維新としては戦いやすいのか、それとも戦うと難しくなってきたのか、感想どうでしょうか。いや、もうどんな状況でもある、状況であれ、まあ選挙なんて楽なことはありませんから、ただやっぱり自共民の組み合わせよりはね、分かりやすいというかね、まだ政策的にいろんな、訴え方ができる。
ができるんじゃないかなと思いますね。他にございませんでしょうか。それでは、お見せ会終了いたします。ありがとうございました。